なかったでしょ、こんなこと。下半身が隠れてる。高めを打ちに行くってことは、手下がると、よくわかりやすいんで、絶対にこう当たるんです。アウトコースも、ギリギリを打つんじゃなくて、ボールに5分速、パチッてたら、ギリギリ余裕なんで、高めのラインにバットを持ってくる。どうも、ミノルマンです。はい、まずは皆さんに報告があります。なんとですね、ラグザスグループとですね、アメージングがですね、提携して野球教室やります。皆さんね、ラグザスグループさんって、正式名称でラグザス株式会社って言うんですけども、あったじゃないですか、去年。WBC ありましたよね。あの時に、カーネクスト。で、皆さん覚えてますか？東京ドームの看板とかね、京セラとか名古屋でもバンテリンでもあったと思うんですけども、メインスポンサー、されてましたカーネクスト様とですね、まあ、あの親会社が、まあ、ラグザスだと言うんですけども、今回ですね、ちょっとご縁あってですね、提携して野球教室やらせていただくということですね。こんな光栄なことはありませんよ。ミノルマン大変興奮しておりますということでですね、野球教室するって言ってもゲストが大事じゃないですか。はい、超人と言われる方ですよ。ユージ大好きやね。ああ、もう僕は、はい、ファンなんで、はい、ユージはもう生粋の、はい、ドラゴンズファンやね。ああ、阪神間違えてでも言わんといて。阪神です、はいはいはい、阪神タイガースファンということで、はい、超人と言ったら元ね、阪神タイガースの糸井さんにお招きしてですね、開催するということで、どんな野球教室をするか、名前がですね、まあ、こちらバラーの方にも出てるんですけども、ベースボールフェスタ2024ということですね。世界への挑戦はもう始まっているというね、キャッチコピーのもと、めっちゃかっこいいじゃないですか。これはですね、2月18日開催するんですけども、場所がですね、堺初芝ボーイズさんの天の山グラウンド、時間が9時から、13時ということで、対象年齢がですね、5年生から中学3年生ということで、まあ、本当に小学校1年生とかもね、低学年も入れたかったんですけども、グループでのレッスンになってしまうので、ここはちょっと限定して、やるということでですね、どんな感じで野球教室をするかっていうところなんですけども、まあ、200名いるんで、グループで、まあ、主にバッティング、糸井さんにバッティングを教えてもらう、その次に家でのね、どういった取り組みをしたらいいかっていう、またこのバッティングを、まあ、水元塾長ですね、アメージングスタッフで教えていくので、まあ、水元塾長、そしてですね、まあ、守備、ヤオコ塾長のアニールマンが教えてくれます。そしてトレーニングが、もうね、阪神の選手を付きっきりで教えたパフロヒタモがトレーニング、そして僕が、まあ、マインドセット、考え方であったりとか目標設定の話をできたなというふうに思います。いやー、これ楽しみですね。楽しみです。一番ユージが楽しみじゃないですか。僕はもうめちゃくちゃ楽しみです。僕はもうめちゃくちゃ楽しみです。はい、応募期間が、はい、ちょっと応募期間が、はい、1月28日日曜日から、はい、2月4日の日曜日の、はい、23時59分まで。はい、そうです。はい、まあ、1週間ぐらいありますね。そうですね。はい、もうこの間に応募フォームを、まあ、YouTube の概要欄貼ってますので、そちらからご登録してください。すぐにしていただかないと、200名で結構すぐ埋まるんですよ。はい、僕何回か200名の野球教室ってやったことあるんですけど、大体すぐ埋まるんで、皆さんね、ぜひご参加ください。そしてですね、 YouTube 企画も、はい、ホームラン競争なんかしちゃうかもしれないんで、よろしくお願いします。ということで、はい、今回はですね、今回もいいことをお伝えしようかなと。まあ、高めの打ち方というよりは、バットこんなイメージで出すと、空振りするときにボールの下振るやんか。こういう練習するとちゃんとマシンで捉えれるし、ボールの下を振るのが蹴るっていうのをちょっとやります。必見です。はい、 T でいきましょう。はい、よし。ミノルマン史上はなかったでしょ、こんなこと。下半身が隠れてる。はい、これがですね、まあ、いわゆる、まあ、高めの捉え方というか、ボールの下を打つのを減らす練習方法になるんです。めっちゃいい練習やね。どういう風にやっていくかというと、まあ、これ高めじゃないですか。基本的に僕現役の時とかよくやってたのは、トップ作って打ちに行く時って絶対高めまず打ちに行くようにしてたんですよ。高めを打ちに行くってことは手下がらないんですよ。手下がると分かりやすいんで、手下がったらどうなるかって言ったら、
絶対にこう当たるんですよ。このボールがあって常に高め打ちに行くってなったら手って絶対に上からこうやって入っていってくれるんで、ここ打たないんですよ。でもボールの下を打っちゃう人って真ん中とか低めとか、まあ、いろんなコースあるんですけど、この高めのラインからバットが潜っちゃう傾向がめっちゃ多い。だからボールの下をこうやって振りに行って当たらない。だから練習としたら何でもいいですよ。まあ、起きてもう一個置いてもいいし、今度は台やったら最高。台やったらこいつを当たらずに高めのラインにバットを持ってくる、高い位置に手を持ってくるいいし、高い位置に手を持ってきて振りに行く。これ結構僕簡単そうにやってるじゃないですか。ユージやってるよ。もう普通に打ちに行って、うん、そう、綺麗、ナイス。めっちゃ違和感あるやん。なんかそこにあるだけで違和感あるやろ。 うまい、綺麗、グッ、最高です。ありがとうございます。これ今ユージどんな感じやん。ありました。台があることで手が下がるっていうのをちょっと意識してそういう風にスイングするんで、ちょっと違和感というかぎこちなくなってしまう。ここ打てられへんから。そう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 、こう出すしかない。そうそうそう、そう出すしかないっていう、ね、もうここに台があるっていうことで手が下がってあかんっていう意識がつくんで、ボールまでマジ最短でパチンってなるんですよ。しかもユージめっちゃ上手かったから、綺麗にボールのラインに、まあ、いわゆる横振りってやつやんけど、横振りでスルターン入ってね、高めると天才かもしれない。大体ね、これね、小学生パターン、気をつけなあかんのは、ボールがここにあるからって言って、横にこうやって体を使うと、良くないんですよ。イメージは、トップ作って、ちょっと斜めに振りに行くんですよ。斜めに振りに行く。斜めに振りに行くってことは、体の使い方が、縦の使い方になるわけですよ。僕がいつも言う、マダッチのやつです。こういう使い方になるってことは体の開きを抑えれるんで、綺麗にボールのラインにスッと入るんですよ。構えてトップ作る、すぐにボールの高めに芯を入れる。はい、一個ちょっとすごい気になることがあったんですけど、はいはい、そのコースってちょっとボール球に見えてしまうんですよね、はいはい、でボール球を打つと変な癖がついてしまって、はい、ストライクをちゃんと打てなくなるんじゃないかなっていう疑問が一個あるんですけど。ありがとうございます。これさ、めっちゃ高いやん、はい、でも例えばこのボール球多分3つぐらいボールかな、4つぐらいボールやねんけど、ここさばけたらここ余裕やねん。アウトコースもギリギリを打つんじゃなくてボール2個分速度パチッ打てたらギリギリ余裕なんだよ。だからあえて練習するときって結構大げさに高めやとこんぐらい高いところをうまくこうやってさばけたらちょっと低いボール余裕なんですよ。なるほど。でましてやめっちゃやろみんな高めって言ってもほんまにこれぐらいのところボール来たりするね、どうか。だからここもさばける準備しとった方がいいよっていうことですよ。これが大事。良くないパターンは手を出そう出そう出そうとして手が先に先行するパターン、これ絶対やるんですよ。トップ作ったらこっからぐーっとねじられてきて体の後ろからボールのラインに入ってる状態、こういう感じ。そこからで手が絶対先行しちゃダメ、手は最後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 ドーンですよ。だから高め苦手な人はこういう練習するとすごいこううまく打てるし、ボールの下打つことも減る。ぜひやってくださいということですね、今ね説明させてもらったんで、ぜひこの高めの練習やってみてください。カゴの上とかに置いてもできる、うん、はい、でもこの台を置くのがベストなんで、ぜひやってみてください。ということで野球教室よろしくお願いします。はい、ベースボールフェスタ2024です。よろしくお願いします。